平日の昼なのにこんなに人がいっぱいいて、これは小江戸巡りするしましょう。行ってきます。ね、メガクルーザーじゃん、間違った。川越、川越市巡りですね。はい。小江戸。来たことはない。ない。浦和の時もじゃあ、来てないっすね。観光地としては有名で、さっきも通ってきた時、はいはい、平日なのに結構人いましたよね。人いました。うん、なんか、明治銀行があったりとか。明治銀行、明治銀行。あの、なんちゃら金とか、金とか有名ですよね。え？金。簡単じゃん。あ、そう。見えますわ。ほら。あれね。あの、金、なるやつ。カンカンカン。こっちから、これ。人力、人力汽車。人力カー乗る？人力カー乗りたいっすね。乗ろうよ。人力カー乗りたいんすけど。このプラン、お決まりでしょうか？お願いします。人力車ですか？そうです。お願いしようか。お、いいんですか？はい。取っていいですか？はい、大丈夫です。はい、お願いします。はい、これからどこ行きたいとかありました？なんかこの小江戸を案内してほしいです、はい。はいはいはい。ちょっと全然わからない。はいはい。小江戸、ノー小江戸なんで。はい、ノー小江戸。初めてなんです。ノー小江戸。ノー小江戸やばい。初めて来たんで。はいはい。お姉さんのペース引っ張る、はい。引っ張ります。行けるんですか？行きます。すごい大丈夫です。変わりましょうか。途中ちょっとバトンタッチ。モテようとしないそれちょっと映えるか。じゃあお願いします。はい。じゃあ今持ってくるので、はい、この辺でお待ちください。これは楽に観光できるね。これはもう歩くの嫌だから。やっぱり知ってる人に案内してもらってる。それが一番。一番いいっすよ。人力カー乗ったことありますか？ちょっと一回なんかどっかで乗った。あ、めっちゃ嫌だった。鳩って羽ばたくと金めちゃくちゃ舞うらしいよ。最悪潔癖ぐらいってんじゃん。さあ結構ここからですけどね。30分お待たせしました。あら素敵。よいしょと。ジャパニーズリムジンですね。ジャパニーズリムジンですってやったね。どっちがいい？どちらも取りやすさで言ったら、なんでどっちでもって、そのなんかカップルが右左どっちみたいな聞き方したと思ってる。デートかと思って。違う、取り方を考えてるんだよ、こっちは。どっちでもいいっすじゃないのよ。ドキッとしちゃった。あら。あら素敵。いいじゃないですか。ありがとうございます。いや、なんか同じ膝掛けかけられてるの嫌だ。いや、ありがとうございます。そんなキョスペースは。殿様気分で。カシミヤかな。いい天気だわ。本当。出発前にお二人のお写真よかったらお撮りします。あ、いいですか、そんなの。はい、あら。行きます。はい。はい。マジで思われるじゃん。周りから見てる人に。行きます。はい。オッケーです。ありがとうございます。本当にそれが狙いなんで。本日担当します有馬と申します。有馬ティって呼んでください。有馬ティ。有馬ティで。有馬ティさん、はい、お願いします。川越暮らしの有馬ティで。川越暮らしの有馬ティ。レッツゴー。ゴーゴーゴー。すごいすごい、乗ってる気分になれるこれ。VR 的な。結構早いですね。遅めも原付ぐらいは。そのペースで30分って結構なかなか、なかなかな有酸素運動。これオフの大吾さんより動いてんじゃないですか。いや可能性あるよ。練習期間とか1日20キロぐらい走ってました。すごいわ。ちなみにこの道何年なんですか。私3ヶ月でございます。3ヶ月、はい、初心者マーク、はい、私ここで働く前はメイドカフェで働いてたんで。おんもろ。道理で喋れてる。うん、はい、メイドカフェの人がこんな20キロ行きに誰も思わないです。女の子でも慣れるのかなって調べて、はいはい、募集をたまたましてたんで、うん、根元で行けるだけ行けるかって思ってたら分かりました。今私しか女の子いないんですけど、体力ない分気合と根性でカバーします。本当じゃあたまたま女性の運転手さんっていうんですか、なんていうんですか、シャフですね。社会不適合の方じゃないですか。それは君、社会不適合者。そして僕は自虐が熱いぜ今日。あ、でもなんか大きい神社とかありますね。そうなんですよ、あそこ目の前入っていきますので。お、フリマやばい。勉強勉強。あ、長谷部さんのユニフォーム売ってますよ。
いつの長谷部さん。ワンチャン偽物。ね、目の前にあるのが蓮華寺さんというお寺さんになります。こちら1549年創建されました。 500年前。ここで祀られているのがですね、赤い提灯見えますか。ロンリュー上人っていうね、お坊さんが祀られています。ロンリュー上人ですね。このお坊さんがですね、かなりすごい人だったんですが、昔ですね、飢饉で貧しくなってしまった家の子供をお寺の方で預かって優秀なお坊さんに育て上げたって言われています。ここは幕府公認のお坊さんの大学でした。丸い徳川家の家紋が貼ってあります。目に入らぬかのやつ、四つ葉のお写真あたりしましょう。全部俺写るの動画的にどうなの。これ今日はさ、ラーメンとこからさ、喋るしさ、写るしさ、俺一言も喋ってない。鳩飛ぶと口塞ぐんです、この人。なんでですか。鳩ってめちゃめちゃきはい、いい感じです。あ、うまく撮ってくれてますわ。1549年はやばい。やばいですね。上人さんはお風呂に入っていたっていうふうに言われています。なのでそのつながりがあって、小銭の銭っていう感じと銭湯の銭っていう感じは研修頑張ったんです。さっきの細い道も研修でね、何度も通って頑張ったんです。あ、今のね、はい、あれだって最初見た時、あ、これ通れんのかメガクルーザーでよく思う。そうそうそう、一緒の感覚でした。でした。左に行くとですね、これまた歴史のあるお醤油屋さん見えてきます。この辺はね、裏道なので、あまり観光客の方は目がけては来ないんですけど、歴史が深いので穴場スポットでね、紹介してますね。松本さんかい。そうです。あ、見えた、あれか。うわ、何あれ、何あれ。松本醤油さん。明治から約250年の歴史がございます。あ、間違えた、江戸からです。江戸からですよ。江戸からでした。250年しか経ってないんだ。間違えちゃった、はい、みたいです。ちょんまげ。日本の歴史って浅いね。ここがですね、この近辺で唯一いまだに醤油蔵が残っているお醤油屋さんです。江戸から使われているお醤油蔵、いまだに。すごかったよ。うん、おしゃれ。なんか中で有名なのはごまドレッシングなんですけど、マツコの知らない世界とかで取り上げられていて、私も今お家にあります。めっちゃ美味しいですよ。豚しゃぶにかけたり、あとはですね、お醤油の使ったプリン、みたらし感覚で食べれるんですけど、いいですね、それね。それなんですね、平成ジャンプの伊野尾くん食べてます。なのでお土産にぜひぜひ買ってみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。ご理解があるわ。そうなんです、ね、川越の人みんなね、町のためにやってますもんね。素晴らしい、素晴らしい。料理だ。はい、料亭か、堪能できます。ここ明治の初期から歴史があるね、料亭さんで、建物の一部江戸の末期から残っています。川越って結構ゴロゴロお金持ちがいたんですけど、商業をうまくやっていたのが理由なんですね。どうやって商業をやっていたかっていうと、船を使って行き来をしていました。川越から江戸の方ですね、最終的には日本橋の方まで川越で採れたお芋とかお醤油、船を使って送っていました。で、帰りに江戸からの文化とか人を船に乗せて持って帰ってきて、どんどん街並み江戸っぽくなっていったんですね。川越の人はね、江戸に憧れがあって。海もっと内陸まであったんだもんね。そんな川？川ですね。そんな昔ないです。なので川越って別名で小江戸って呼ばれてるんですよ。はい、ありがとうございます。あ、来なかったの。ありがとうございます。なんでこうやって行かないんだよ。西大吾さん、あら、YouTube 見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。見つかった。埼玉県。嬉しい。サッカーファンかな。嬉しい。埼玉りそな銀行はですね、築104年の、もともとは木造の銀行でした。埼玉で一番初めにできた銀行で、埼玉で一番初めに、国の重要文化財に登録された建物です。おー、出た。じゃん。
これ川越のシンボルです。時の鐘っていうね、大きな鐘ですね。何の鐘？時の鐘です。初期？はい、初期を刻んでます。あ、初期、はい、初期ってどういうことですか？後期ないです。昔はですね、2時間に1回人の手によって鳴らされてまして、現在は1日に4回鳴ってます。今はですね、頭良くなっちゃったので自動で鳴ってます。そうなんです。左手にスターバックスさん見えてくるので、よく見たいってください。あ、すごい。見てください。じゃんじゃんじゃん。ああ、じゃーん。うわー、すー、しゃれてんな。そうなんです。お庭までね、スタバさんが持ってる敷地で、テラス席として飲めますよ。これは、しゃれてる。できたのが4年前なんですけど、4歳、はい、4歳なんです。世界訪れたいスタバ20選に選ばれてます。4年、4年前にできたんですよ。4歳って何なの、そのツッコミ。ちょっと優しいから。でもメイドカフェ出身だもん。すいません、本当。じゃあまたお写真を与えるし、これは何の、あ、金の、はい、金バッグでね。じゃあいきますよ。カフェです。ありがとうございます。これマジ何の動画？サムネ、サムネいっぱい途中でカシャって一個一個入れとけばいいんじゃない？そうですね。木っていいよね。昔やっぱさ、木造建築でさ、建物の間も狭くてさ、火事多かったって。うん、うん、はい。火事が多くて、明治26年に川越大火っていう町の3分の1が焼けてしまった火事があるんですね。その中で焼けなかった建物5軒、蔵造りに残ったんです。そのうちの1軒が未だにね、残ってるんですけど、職人さんたちが次どんな建物建てようかなって時に、火事に強い蔵造りの建物をたくさん作ろうってことで、蔵造りがこういう風に並んでいきましたね。埼玉にもいいとこあったわ。あれ、もともとないみたいな、ちょっとやめてください。なんもないって言われがちですけどね。浦和レッズがあるじゃないですか。枯れる。アルディージャもありますが。そうだね。僕去年浦和レッズにいたんですよ。え、そうなんですか。すごい衝撃の事実。すごいおじさんが困りそう。おじさんじゃねえだろ。お兄さんですか。はい、お兄さんです。マカさんだけです、イケオジつっての。あいつ18歳ぐらいだからな。20歳か。何年だったら18歳ですか。22、大学4年生。笑顔がとろけるような笑顔ですね、今。大学22か。またこのロリコンみたいに。さっきですね、火事の時に引き抜けなかった蔵造りがあるんですけど、その一つ、この大沢家住宅。重要文化財って書いてありました。はい。って言ってた。あ、あ、本当だ、到着だ。はい。楽しかった。よかった。じゃあゆっくり歩きまーす。ひーちゃんのお時間ありがとうございました。よかったです。今じゃあ降りる準備しますね。お待ちください。いい運動しました。うん、いい子だね。何行く？歩いてるだけで楽しそうな感じでした。うんうん。小道とか入ってみると意外と面白いですよ。さっきのあの穴場が。小道大吾気づいてた人。どこ行きましょうか。川越暮らしの有馬。いいですね。語呂がいい。ありがとうございます。頑張ってくださいね。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。楽しんで。ありがとうございます。頑張ってください。いってらっしゃい。小屋行くか。はい。